楽楽開運気学と駅なら歯科塾。今日は4月の九紫火星の運勢と開運法をお届けいたします。今ね、4月3月4月ぐらいの九紫も今年すっかり人間が離れちゃって、去年で今まで築いてきた人間関係がごそっといなくなって新しいところに来ているから、この変化にイライラしてもどうしようっていう九紫の人たちがいっぱいいらっしゃると思うんですよね。なので最後まで開運法をお聞きください。このチャンネルでは月々の運勢と気学と易を使った開運法をお伝えしております。4月節は4月の5日から5月5日まで、そして4月の17日からは土用入りします。はい、ちょうどこの時期ゴールデンウィークでね、大型連休を取られる方も多いと思います。旅行に行く方に注意してみてください。それからね、夏野菜をねこれから植えるというようなものも4月のちょうどこの時期になってくると思いますので、土はいじらないっていうようなこの2つを注意していただければと思います。今回の土用の方位は、タツですよね。そうです、盗難ですね。タツの方位への旅行をご注意ください。はい、一泊以上のは土用っていうね、ご菩薩のようなキーが来ます。引っ越しは大丈夫です。非番吉報、これも大丈夫です。まあ、よくちょっとわからないので自信がないなという方はぜひご相談してください。鑑定をさせていただくことも可能です。本命と月命などがわからない方、自分の星がわからない方は概要欄の方をご覧ください。星の出し方の方のリンクが貼ってあります。そしてまあね、本命の星以外にも、まあ、月命で体のことであるとか、同階というね、自分の周りの環境がどんな状況になっているのか、それから傾斜というような星もあってですね、本命以外にも運勢にはいろいろな影響もありますので、こうしたものも合わせて見ていただくと開運法がぐーんとアップすると思います。それでは4月の九紫火星の3つのポイントです。1つ目、言い争いになりやすい。2つ目、お茶でも飲みながらまろやかに。3つ目、変化を受け入れようです。はい、4月駅からまず最初にお届けしましょう。カタクケイですよ。この字のごとくなんですよね。火は上に行きます。沢っていうのは土よりも低いんですよ。水が溜まっています。なので矢印としてはね、火は上に行く、そして沢は下に行くって言ったら、これもう交わってないわけですよね。この目が背いているっていう字のごとく、相手を見ることもしたくないぐらいな争いというかね、そういう状況なんじゃないかなっていう風です。多分ね、ずっとここのところで問題処理してたりとか、ごねてる人が周りにいてね、その人たちに手を焼いていませんか。で、その人が悪いとか、もうその人がこうなってくれればいいのにみたいな感じで思っていませんかね。本当にそうかもしれないんですよ。九紫の人はよく気がつくし、頭もいいし、こういう風に処理してほしいっていうものがね、明確にあると思います。でもね、それをちゃんと言って、自分はこうしてほしいんだっていうことを言って伝わっているのかっていうと、伝わってないんですよね。結局背き合っていて話をしていないような状況だと思うんですよ。やっぱりね、言わなくてもわかるなんていうことはないんですよ。で、言わないとわからないけれども、言ってもわからない世界なんだっていうふうに思っていただくと、少しね、気が楽になると思います。言ってもわからない、分かったらラッキーなんだぐらいに思って、分かってもらうための努力とか話し合いとかっていうことがとても大事です。ですので、無視し合ったりとかね、陰でこういうことしてくれないんだよとかっていうふうにして、誰か別の人に話をしたりっていうようなことよりも、直接相手と話をする、二人で話し合ったとしても、あまりにね、もう言語も違うし、思考も違うし、行きたいところの目的地も違うぐらいになっていたとしたら、話が成立しない。その場合には第三者の人をね、入れていただいてもいいと思います。ですので、この争いにまずならないようにするというところが1番目のポイントです。
ね、これまで仲の良かった人や仲間との間にも対立が生じやすいってちょっと悲しすぎますよね。そうなんですよ。信頼していた人、いつもだったら頼りになった人がこういう時って頼りにならないなとかっていう風になります。なのでそれだけで終わらないんですよね。頼りにならないなプラス当てにならないからっていうようなところでイライラしたりとか、人間関係がちょっとギクシャクしちゃったりっていう風にもなります。かなりね、新しい人間関係をスタートするっていうことが必要な時なんじゃないかなと思うんですよね。感情的になっても縁を切るなんていうふうにすると、うん、本当に取り返しがつかないような状態にもなりますので、そこは抑えてという感じでしょうかね、うん、そうですね。やっぱりね、離れ方が上手にできないと新しい人間との出会いっていうようなものもひびが入りやすいんですよね。いい形で別れる、例えばね、その人とはこの場面ではもう終わりだけれども、また別の場面でお付き合いすることもあるかもしれませんよね。なので、まあ一時期は離れますし、新しい人間関係がスタートしますけれども、もしかしたらまたお世話になることもあるかもしれないので、まあ立つ鳥あと二を刺す、そうですみたいな感じで、今までの人間関係の方とも温和にちゃんと付き合いもしていただきます。そうですね、新しい人間関係においても、うん、まあ、あまり期待しすぎないということも大事ですよね、うん、そうなんですよ。期待するからがっかりしてまた怒れてくる、うんうん、そうなんです。なので自分に期待しませんか。自分をもうちょっとこう高めていくであるとか、自分の考え方を柔軟に持っていくというふうにして、自分を期待するという方向に持っていくとうまくいくんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、家庭内や親族間のトラブル、女性同士の揉め事、うん、こういったことをまろやかに、うん、お茶でも飲みながら話そうなんですけど、うん、できますかね、休止活性の人。できますね。人間的にもうちょっとこうね、寛容さというものを身につけたり、社交性というものを身につけたり、新しいステージに入ってきたんですよ。今までのね、9年間積み上げてきたものがありますよね。完成させた後、本当にもう一度一からスタートってとってもやりづらいと思うんです。今までせっかくやってきたのにっていう風に思うと思うんです。でも一回できたんだからもう一回できます。その時に飲食をね、共にするっていうとね、ぐーっと仲良くなるんですよ。交流関係深めていくのに、日本の文化っていうのはもともとお酒を飲んで仲良くなるであったりとか、付き合いにおいてのその社交性の中で、契約だ仕事だとかっていう風でね、その無駄な部分をはしょりたいっていう風に思うかもしれないんですけれども、やっぱりお茶を飲みましょうよみたいなところから相手を知っていく、そして自分のこともうまく伝えていくっていうところから始まっていくんですよね。ですのでこの4月は七席というねものが応援してくれますので、七席の飲食とかお話をするというようなところがポイントになってくると思います。多分ね、ちゃんとできます。怒りまくって怒ったり、こう対立したりすると、なかなかお茶までたどり着けないので、まあ、その手前でってことですね。そうなんです。そうなる手前でお茶を飲みながら話すと、そうです。一番最初の時からお茶を飲んで話してっていうところで、仕事の話をいきなりではなくて、相手のお話をね、よく聞いていくっていうふうにするといいと思います。家宅家という家はですね、女同士の戦いみたいな感じなんですよね。女性同士の戦いっていうのはちょっとね、陰湿だったりします。仲良かった人同士が恨みつらみみたいな感じになっていくケースも結構あるんですよ。知らない間の時にそこまで憎み合うことってないじゃないですか。あれだけ仲良かったのにねっていうようなところからの背き合いみたいな風にもなっていきます。ボタンの掛け違いみたいなねところだったりもします。ですから新しい環境において新しい人間関係を築く時には、最初に知り合うところからじっくり時間をかけてほしいです。まずそこに時間をかける方が遠回りではないという風に覚えておきたいんですよね。変化を受け入れるというところもなかなか辛いとこだと思うんですけれども、はい、八白の後天上位の上ですから、ベクトルが違うことがスタートするというところがありますよね。そして一白の貫入がね、上に乗っていますので、もう最初こんなまた苦労するのみたいな感じなんですよ。今までやったことであれば器用にこなせます。自分の経験もあるので、これだったらうまくいくという方法も知っています。一から全然違うことのスタートなんですよ。この変化っていうものはね、とても嫌なんです。人間も潜在意識も生命も発
新しいこととか変化することなんか絶対したくないんですよ。それはね、恐怖だからなんですよね。変わってしまったら死んでしまうかもしれないっていう危険性を感じています。恐怖からスタートすると結果は恐怖です。ではなくて、新しいベクトルで自分がねスタートしたことの先には愛ある世界です。みんなが分かってくれる、受け入れてくれる、自分が言ったことが本当に思った通りにスムーズにいく、それだけ素晴らしい方とのコラボレーションが始まるんだと思って、大いに自分の成長を期待して変化を受け入れていただくと、楽しいというところの気持ちからスタートするものは結果も楽しいというふうにつながっていきますので、奇跡の喜びというものをゲットすることができると思います。はい、九紫火星さんはちょっと正念場の一月になると思うんですけれども、うん、頑張ってもらいたいと思います。はい、そんなまあ辛いね思いをちょっと抱えるかもしれない、うん、九紫火星さん、癒しのアロマ、はい、教えてください。はい、柑橘系でね、気分をアップするっていう風になるとオレンジとかの柑橘系になります。ですので、そういったね香りっていうのは太陽をいっぱい浴びて柑橘系ですので、太陽の明るさを九紫に取り戻させてくれると思います。この香りを使って元気いっぱいリフレッシュしてご機嫌な毎日を手に入れてはどうでしょうか。今ちょうど引っ越しされる方が多いと思うんですけれども、まさに引っ越しシーズンですよね。そうですね、やっぱりこう引っ越しによって吉報というものを取って人生をねどんどん良くしていくっていうことを私なんかはしたんですよね。なのでちょうど、まあ、家を更新するので、家とかマンションとかを買おうかなっていうふうに思っている方なんかは、このあと60年間基地で動くことによって運勢が変わっていくので、それをもうぜひねこの時期利用してほしいなっていうふうに思います。そうですよね、引っ越すだけで、うん、吉報に引っ越すだけで60年間基地が続くっていうことですよね、うんうん、そうなんですよ。反対に今までもしかしたらね強報に引っ越ししてるかもしれないっていう人が多いと思うんですけれども、それも一度吉報をね取るともう相殺されてしまうので、今までのなんか強運みたいなものがストップするので、一回ぐらいはねなんかそういうふうにして鑑定をちゃんと見てもらって、でそしてそれを止めたりとか新たな基地を築くっていうのはいいんじゃないかなというふうに思っています。もう物件決めちゃったよっていう人でも、うんうん、諦めるのはまだ早いんですよね。そうですね、改装するとか家の中のねちょっとインテリアとかそういう風水的なところでも開運っていうようなことはできるんじゃないかなというふうには思っていますし、方位をねもしかして見ていただいたら巨峰だったとかっていうようなケースもありますよね。その場合は凶にならないような避け方みたいな方法もあったりするので、ぜひとも相談をしてください。お困りごとがあったりとか、うん、お悩みがあったりとか、うん、せっかく新生活を始めるんであれば、うん、いい方角で、もしくはいい方法で始められると、はい、うん、より運気が上がりますよね。そうなんです。なので引っ越しとかねちょっと敷居が高いなとか、改装するだったりとかねリノベーションとかそういうなんか家の仮装とか風水に関してっていうようなところもちょっとお金がかかって嫌だなとかっていう方がいらっしゃるとしたら、例えば名前を変えるなんていうことでも開運する方法の一つなんですよね。娘は小学校に上がる前に本名を鮮明に変えたんですけれども、戸籍とかは変える必要はないので、お友達からの呼ばれる名前がね、お友達がごそっと変わるタイミングってあるじゃないですか。新入学のシーズンとかだったら新しい学校のお友達になるわっていうような時は替え時だと思いますので、まあ、そんなお悩みに合わせての開運法をこちらとしてはいろいろとね提供させていただくことができますので、ぜひとも一度お問い合わせいただければというふうに思っております。はい、はい、新生活は開運で、はい、今日もご視聴いただいてありがとうございました。